はい、金ピカの酒場に引き寄せられて魔物どもの軍勢が迫ってきているみたいだぞ。間違いないメドーサボールの気配もあるぜ。こいつは狙い通りだな。だがまずは、配下の魔物どもが攻めてくるみたいだ。順番にぶっ潰してやるとしよう。あ、まだまだなんだ。うん、アーマンやハラクレども、はい、オッケーオッケー。ちょっと待って、一応ちょっと武器確認しとくか。一応ね、ちょっと待って、鉄の剣が結構ある。これ持ってって、仮面とこれしまって、ほんでドラゴンキラーもう一本ぐらい作れないかな。作れる？作っちゃう？一個、もう一個ちょっと作ってみよう。よし、配布しよう。このリーダーの証、リーダーの証は、うちのリーダー、うちの荒くれのリーダーの一人。どこ行った？君じゃない。いた、いた。俺、お前はリーダー、リーダーだからな。こんなもんか。アーマン、アーマン、アーマン、アーマンに剣。よし、これでいいな。よし、オッケー。いざ、いいぞ、もう。よし、俺もやるぞ。魔物倒してベロ助ける。かかれい、かかれ、かかれい。入れるな、入れるな。え、めちゃめちゃなんか、え、めちゃめちゃ強なってない？めちゃ強なってないか、これ。シンプルに、シンプルに骨が雑魚かっただけか。先こいつだな。先に、おやすみなさい。危ない、ナイス。どこだ、もうキノコいない、キノコいない。はい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 、はい、一匹ずつしっかり仕留めて。大丈夫だ。ちょっと待って、ご飯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 食うて、はい、ちょ、必殺貯めていこう。必殺は、あ、ゴルドンが強いんか。でこいつはビルダーであるエテが倒さなきゃいけない。避けれない。ジャンプしたら離れる、ジャンプしたら、ジャンプしない、ジャンプしないタイプ。じゃあ、なめる。よし、避けれたのか、今のは。オッケー。で、こいつは任してくれ。まあまあ、けど、防御力高いから、そんな食らわないか。オッケー。ちょっと待って、あと一発。よし。一回撃っちゃう、一回撃っちゃってもいいかもな。くら、違う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 、くらえ、たまるでしょ。うわうわ、これはドラゴン、あれ範囲攻撃なんだったらいっぱいいる時に撃った方がいいね。ちょっとミスったな。今後そうしていきます。ドラゴンはゴールドマン、お前担当してくれ。ちょっと待って、待って待って待って、危ねー。
これで最後か。袋にしてまえ。よーし。死者ゼロじゃない。死者ゼロ。いいね。ただもう壁がもう。鉄の盾、鉄の盾は地下盾の方が絶対にいいよな。それは力の盾でしょ。うん。次はいよいよメドーサボールのやつがお出ましみたいだ。俺によって戦え。石化光源に防ぐ三鏡の子で、お前の方がうまく扱える。メドーサボールの石化攻撃、三鏡の皇帝なら防げる。俺をうまく動かして弾いてくれ。さあ、戦う準備はできたら俺の肩に乗るんだ。と、その前に、はい、わかったよ。ほぼ元通りになった。次は何？肩に乗って勝負するの？どういう感じ？前回はさ、ゴリラがさ、バナナ乗って滑ってダメージだったけど、今回は反射させてダメージかな。にしても場所が狭くないか、ここら辺。周り山に囲まれててさ。まあまあやってみるか。回復して。食べてマックスにして、まずは乗って、あ、わかった、はい、乗る。はい、さあ、シドのところに。これ超楽しいから、これ今チャンスじゃない、これチャンス。こっち、これチャンス、これチャンスタイムだから、今すごいチャンスタイム。もしかしたらこれ、この状態でなんかどっか行ったらめちゃくちゃ有利なのかもね。死ね、魔物にダメージは入らないみたい。ちょ間違えた。わかった、もう行こう。よし、特に壊す必要もない、今は。よし、 R はダッシュボタンと一緒だからね、ちょっと押しちゃいがちだけど、ちょっと気をつけていこう、そこは。はい、いいよ。ペロのやつには穴から助けてもらった借りがある、今度は俺たちが助けてやらなきゃな。そうだな。ひょっとしてこれが？まあいい、とにかく行くぞ。えて、ペロのためメドーサボールをぶっ倒そうぜ。どういう感じなんだろう。階段が邪魔すぎる。ちとしや、あー、山が削れた。山がほぼなくなっちゃった。メドーサボール、許さない。美しいもの、光り輝くもの、私絶対許さない。私への視線奪うもの、あなたから視界奪うもの、全部石にする。それが私の役目。ハーゴン様の破壊の死惜しい。さあ、どうやって戦うんだい。三鏡の小手で跳ね返す、光線来たら正面から腕で受け止める。そしたら反射であいつに当てられる。 OK、 分かった。サンカスって何。サンカスの大冒険。はい、三角を押すことで三鏡、はい、分かった。三角な、溜めている。いく、よし、急げ。ここで持ち構えて。早い。すごく早い。ゴルド、立ってくれ。ゴルド、立ってくれ。
金のインゴット、待て金、金持ってる、持ってる、金のインゴットどこ、金のインゴットどこ、ない、あ、待った、よし、待てくれ、はい、ゴードン、はい、よし、いやずっと構えてられるんだ。じゃあもうずっとこうしと、あ、じゃあ待て、大丈夫か、お前たち下がってくれ、俺に任せろ、ゴールドマンガード、よし、いけ、殺せ、よし、みんな下がって、あ、後ろに下がった、手下を呼んだ、オッケーオッケー、一旦手下の戦闘、はっ、あ、撃ってくる、ゴールドマン、ちょっと一回ちょっと待って、ゴールドマン渡してちょっと先に倒そう、うん、こっちの方が絶対で乗る、どこ、ん、ん、あ、いた、いけ、パチ、よし、いけ、下がれ、シールド、近すぎ、うん、なんか、よし、いけ、殴れ、楽しい、これゴールドマン飲んの、よし、次手下、しかも向こうか、次、よし、一回降りて降りない方がいいか、いや、一回必殺をここでぶちかます、範囲攻撃してで乗る、あれには当たっちゃいけない、危ないから、あれは避けた方がいいか、反射できなさそうだもんな、危ね、 OK 倒した、さあ、どっちだ、どっちから来る、そっちか、いや、バカ、こっちだ、みんな下がって、危ないよ、何？分身した、片方本物、もう片方幻、よく見ろ、お前なら本物わかる、わかんねえよバカ、わかんねえよ、こっちか、赤、こっちだ、本物、うりゃ、みんな俺の後ろに、よし、分身ちゃんと消えてる、よし、来るぞ、手下来るぞ、どこだ、あ、そっちか、任せろ、やっぱでかいっていいよね、いいね、いや、よし、ガード、
れは大丈夫か。よし、どっちどっち、まだ手下来る、まだ手下来る。筋肉なんかたかが知れてる。こっちは石ころだか。やばい、おりー。ちょっと待て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 、どいてどいて、くらえ。よし、ゴールドマン、はい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 、よし、のっけて。どっちからだ。あいつ叩いた方が良くないか。あの倒した。あ、ちょっと待って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 。はっ、遅かった遅かった。また分身すんの。こうダメなの、これダメなの。ちょっと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 、ああー、ゲームオーバー。どいて、なになになに、いけ、当たる、攻撃できんの。3つ。これ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 、いや、キーン、いけいけ、ラストじゃ。オッケー、うん。やっぱこの何、ボス戦が結構凝ってるよね、ほんと。ビルダーズ初代も、まあ初代途中でやめちゃったんだけど、ボス戦が凝ってるよね。やったな、エディ。メドーサボールをぶっ倒したぞ。これでペローの石化も解けるはずだな。ところでお前、今何か拾ってなかったか。なんか拾った、石みたいな、なんか拾った。うん、島の総督であるメドーサボールを倒したってことは、この島も教団の支配から解放されるわね。うん、あ、ペローさん、僕はやりました。僕を主軸とした僕とその仲間たちがあなたのために。とりあえずだ、魔物どもに破壊、壊された建物はビルダーである俺たちが修復しておこう。ビルダーなんだ。もうビルダーを名乗ってるんだ君たちは。ん、全部治ってるね。何の音、何の音、何の音、急に。やりますねーって言って、陰夢野郎が、うん、やりますねー。話した、力完全に取り戻すには特別な道具いる。メドサボール持ってた始まりの黄金使えばその道具作れる。その道具で力戻れば俺大好きなペロを救えるんだ。鉄の作業台使って、始まりの黄金と金銀銅のインゴットで俺に力与えるもの作ってくれ。はい、わかりました。何を作るの。黄金の輝き。何つけ、何それ、作れんの、そんなもの。
黄金の輝き。はい。これを使うのね。ペロちゃん、今助けてあげるからね。はい、いいよ。あの特エルみたいだね、モンストのあのミーの特エルみたいなやつ。スコア稼ぎ特エル。その通りだ。みんな待たせて悪かった。そして今まで金や金やとくれてありがとう。うん、俺消える。え、俺この酒場と一つになる。そうすれば島全体に鉱石戻る。ペロも石が溶ける。どういうこと。みんなのため、ペロのためなら俺大丈夫。俺消えても後悔ない。こういう感じ。つら。楽しかったぞ。何？あ、鉱石ね。各種鉱石がいろんなところにこう、はあ、まあ出さないけどね、そっから。もうずっとそこで生活してくれ、ペロちゃんは。うん。あれ、私どうして？パーティーは終わっちゃったの？ん？ん？ ちょっと待って。ちょっと待って。バグった？あぶね、怖っ。バグったかと思った、今。ちょっと待って、え？大丈夫？大丈夫？その夜、ペロの回復と鉱石の復活を祝って盛大な宴が開かれた。アラクレたちはペロをもみくちゃにしながらも、ペロをもみくちゃに。ペロをもみくちゃにしながらも、うん、ペロはもみくちゃにされながらも消えてしまったゴルドンに思いを馳せていた。そして夜が明けた。平和になった音楽だ。隔離、完全なる隔離。ベタベタしてきてちょっぴり鬱陶しかったけど、話は全部聞いたわ。私が元に戻れたのも、鉱石が戻ったのも全部あなたとゴルドンのおかげで、て本当にどうもありがとう。その狭い空間でもみくちゃに。誰かを助ける、それが愛ってやつなんだろう。くだらない気もするが、まあ悪くはないな。さあ、これからこの島はゴールドラッシュに際立つはずよ。ゴールドンがいないのはやっぱり悲しいけど、あの子のためにも頑張らなきゃ。ペロ、なぜ悲しむ？あ、ゴールドンだ。ペロ、なぜ悲しむ？
俺、酒場と一つになった。いつでもここでみんな見守る。俺、いつもみんなと一緒。だから悲しむことない。だそうです。まあ、ペロちゃんはもう一生そこから出れないけどね。そうだったわ。エテシド、あなたたち何か大切なこと忘れてない？大切なこととは何しに来たんだったっけ。あ、鉱石系の鉱石系のビルドを学びに来たんじゃなかったっけ。違ったっけ。ちょ、話せないんだけど、そこにおられたら話せないんだけど。よしよしよし、絶対出さんから、うん、でも肝心なこと忘れてない？あなた自分の島の仲間を探しにオッカムルに、来たんでしょ。そうだったね、うん、それどころじゃないくらい大変な思いをさせちゃって、実はね、みんな二人と一緒に空っぽ島に行きたがってるの。みんなに声をかけてみて。オッケー。やばいな、荒くれが触れちゃうわ。荒くれいらない。もうどうするエテ。まあいいよ、大いに越したことはないからな。筋肉野郎でもまあまあまあいいでしょう。バテンのおっちゃん、うん、長年のお願いだったバーをこんなに素晴らしく形にしていただいて、あなたには感謝してもしきれません。私はこのバーでずっとシェイカーを振り続けたい。アラクレさんと功績をめでながら。しかーし、うん、どうせあなたの島に行きたいと言い出します。よし、ついてこい、アーマン。で、こっちの荒くれ、マッシモね。マッシモは残るんじゃないかな。4人はずっとオッカムルの荒くれ仲間だぞ。俺ら2人のこと忘れないぞ。やいマッシモ、何言ってやがんだ。エッドシドと一緒に俺たちもカラポ島に行こうぜ。動こう。そうだね、名前付きのね、荒くれだけでいいからね。その他の荒くれは別に来なくてもいいけど、まあせめてね、名前付きぐらいは、うん、来たまえ。力し重労働はもう君たちに全部やってもらうから。土運びだけな。土以外触らないでね、口も開かないでよ。土運ぶだけな、君らは。ババアもいらねえよ。おばさん、やっぱり保護者として、いらない。お前も別にどっちでもいいけどな。セルジ、この島の荒くれを目指します。そのためにまずは筋肉を作ります。あ、分かった。じゃあお前がここのね、あのリーダーとして頑張ってくれ。ハゲのおっちゃんは来てほしいね。いいよ、よし。ハゲって強キャラだからね。ハゲってまあいろいろ失うものは多いけどね、強キャラだからね。
あの、来てほしい、それは。この島にまだ未練があるの。綺麗なものは近くに あるって知ったから。残念、来てくれないんだ。以上、以上か。バニーちゃんは基本来てくれないっぽいな。話して、よし。うん、やっぱり私は一緒に行けないわ。すれないぜ。じゃあおやすさんだけ来ちゃうじゃん、そんなんしたら。自分の気持ちに嘘つくダメ、ペロ。エテと行きたいんだろ。俺たち大丈夫、エテと一緒に行ってこい。そしていつかエテの島のことを俺にも聞かせてくれ。ゴルドン。よし。うん、素材は無理に持っていかなくてもいいわ。それに俺たちが使えそうなものをこっそり集めておいた。島に着いたら渡してやるぜ。よし、準備ができたら船着き場に行こう。みんなで空っぽ島に帰るんだ。ルルやチャコもきっと待ってるぜ。オッケー。オッカムルクリア。これだけ回収して。よし、撤収するぞ。これペロちゃん出て、あ、ペロちゃんがいない。何？お主。まあいいや、残しとこう。これはオッカムルの象徴として。じゃあ皆の者、聞いてくれ。俺と一緒に空っぽ島に来る者、そして、ここに残って。いや、聞きゃしねえよ、話聞きゃしねえ。帰ろう。いいね、1、2。アラクレが2の、バニーが1の、お父さん1の、ババが1。よし、よし、帰るぞ。これまた何人、合計今何人ぐらいかな。まあ言って10ちょいか、15人ぐらい。15もいないか、12、3人かな。よし、船長帰ります。ちょっと調子乗った。はい。エトさん、またたくさんのエト連れてきてでやるのさ。うん、さあ、皆さんで空っぽ島に帰るとしましょうか。エトさん、臭いわね、見送りくらいさせてちょうだい。リーファちゃん。うん、ハーゴン教団の魔物もバッチリやっつけてくれて、これからはこの島もうますます栄えるわ。うん、やべえな、このなんだこの重圧感。汗臭いんだろうな。サイトさん、行きましょう。あなたの空っぽ島に。私たちとオッカムルの功績が新しいものづくりをもたらすことでしょう。それではエッツさん、トロフィーゴールドラッシュの再来。
そして、その他の取り巻きの皆さん、どうかどうかお元気で。全員で行ったらいいのにね。全員で行ったらダメか、さすがに。さすがにダメか、それは。意味ないか。じゃあの。うん。はい。エテトシロは新たな仲間と共にルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。リリルルちゃんはな、ルルちゃん、ペロちゃん、あの畑の国の畑の国のあのメガネ子は名前なんだったっけ、名前忘れちゃった。他用袋の持ち物を受け取った。はい、得て指導。あ、ミミズの人とかいた。チャコちゃんだっけ、チャコちゃん。えて、いい島にいい仲間たちぽいじゃねえか。早くみんなで物を作ろうぜ。うん、あなたがルルね、私はペロ。みんなでオッカムルっていう島から来たの。私たちも今日からここに住ませてね。歓迎するわ。ルルたちとみんなで一緒に島を開拓していきましょう。あの兵士みたいな子なんだっけ、コイル、レア、ジバコイル、ジバ、ジバコ、ジバコ、ジバコ、白地、エテの服、ものづくりを見て記憶が少し戻ったって。最近はいつも以上にハッスルしてるわ。おかえりなさい、ビルダーさん。なんだあいつら、え、こんなやついた。私、ウゾーンと言います。え、宣教師でして、偶然ここを見つけて寄らせてもらいました。まあ、お気遣い、お気づきにな、なんで。ドルトンがどうしても。マギール殿のように、ものづくりに興味があるようでな。追い返すのも忍びないと思った。ああ。いや、マギエルさんみたいな、なんかいいやつっぽくは見えんな。では、いつさん、噂の白地さんのところへ行きましょう。一言ご挨拶しなくては。はい、了解しました。怪しいな。うん、飛んでいくか。山頂でいいよな。はい、じいさん、あ、メダル渡したい。なんじゃなんじゃ、その娘さんは。なんともはやプリティーなラブティーな。いいのいいの、元気があってよく来てくれた。歓迎するぞい。お主たち、これからここで暮らしていくのじゃ。まずは住む場所を確保してはどうかの。うん、私この島を見たらなんだかすぐに物を作りたくなっちゃった。私石になっていたからゴルドン酒場を一緒に作れなかったでしょ。だから私とにかく大きな建物を作ってみたいわ。いろんな人が見に来てくれるような。それいい考えね、ルル。そろそろ、このルル王国に観光名所が欲しいと思ってたのよ。赤の開拓地ちゃん。二つ目の石板がある。まずは皆でそこに行ってみるのじゃ。はい。赤の開拓地。うん。メダル。五枚。リボン12枚。次14でローレシアの服。いやー欲しい、いやー欲しい。それは
どうしよう、行く？赤の開拓地、早速。ちょっと待って、ちなみにここは緑の開拓地っていうんだ。で、赤が隣、今向いてる方向、こっちだ、こっちだ。こっちか、飛んでいくか、飛んでいくよな。行くぞお前ら。着陸。ちょっと食らっちゃった。ここか、うん。それは以前の石板と同じく、かつてビルダーが残したものづくりの意思、うん、なんだろう、行った島々によって開拓地別に生活していくのかな、ここで。うん、砂の大地、巨大な建造物。ピラミッド、マジか。はい、あんたたち島についてすぐに物を作り始めるなんて、物作りに飢えすぎじゃない？うん、腕によりをかけて選んできた収納箱の中のものを遠慮せず使えよな。はい、ウェイ、開拓スタート。ピラミッドか。ルルに従い、赤の開拓地でものづくりを進めるのじゃ。石板に触れたお主ならいつでもこの地にワープできるぞ。はい、 OK。あっちよ。超超マッシモピラミッド。指導はルルについえてと、はい、わかりました。うん、お、生きよったわ。アップ。で、これでオッカムルで作れたものが作れるようになったよって感じか。で、あと見る感じだともうワンピースだな。あと1ピースでこのなんとかの作業台ってのが仕上がり。おお、鉱石少ねえ少ねえ。もっと持ってこいよバカ。マドハン、はい、うん、王女様だもん。今回はその辺をうろうろするのはやめてよね。あなたの力だって必要なんだから。分かったぜ。物を壊すときや、敵を倒すときは呼べよな。はい、まあ作るのは指導帝国だかな。違うエテポンゲ大エテポンゲ農園だ、ここに作るのは。あれは私たちはここでビルダーさんのものづくりを見学させていただくことにしましょう。決
してお邪魔しませんし、建物を破壊することもいたしません。どうぞごゆっくり。いや、こいつら、気持ち悪いな。絶対怪しいよな。ドドンと大きいのお願いね。もちろん私も一緒に建築するわね。何で作るんだろう、素材。土かな。でっけでかすぎるでかすぎる。なんだこれは、東京ドームぐらいある。東京ドームぐらいあるぞこれ。でかい、でかすぎる。断崖石の壁って。まだ一つ目の設計図だろ。時計の設計図、3つに分ける作戦だな。あ、いつものね、うん、こんな大きな建物を作るには素材がたくさん必要よ。お嬢ちゃん、それなら失敗ない。実はこんなこともあろうかと、とっておきの建材も持ってきておいた。私たちが、お持ちした、素材は収納箱に入れてここに置いておきます。坑道にあった地下神殿からこっそり借りてきた建材をピラミッド作るに生かせるわ。さあ準備はい、できました。みんなでピラミッドを作っていきましょう。はい、わかりました。でけえよなこれ。まあ頑張ってくれ、うん、びっくりした、殴られるかと思った今。うん、オアシスって言ってもちょっと待って、俺壺がないんだった。無理だよ、オアシス水入れられないから。住人名簿の作り方を教えよう。住人名簿は作業台の生活家具のカテゴリーにある。わかりました。住人名簿、やっぱその区画によって管理するんだね。オッケー、じゃあ先住人名簿とやらを作ります。何にあるって言ったっけ。あ、これか、これだ、これ住人名簿。これを作る。ちょっとくしゃみぞ。はいはいはい。なにこいつ、うるさいな。アリンクが、アリンクが。よし、ちょっと待って、整頓します。トン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 トうん、他の開拓地の仲間を呼び出し好きな場所にお引っ越しさせることができる。まあ詳しい説明は後にしよう。まずはモンドーラの仲間をこう何人か全員集合させる。呼んで欲しがっていたヒゲのおじさんとメガネの可愛い、ってことはミミズとおっさんとチャコちゃんか。はい、オッケー。チャコちゃんと赤トルトンとで土屋からミミズ、こういう感じなんだ。へえ、パーティーに入れるとかあるんだね。オッケー、とりあえずね。よくぞ我が輩を呼んでくれた。ビルダーの大先輩たる我が輩が力になろう。それなら僕に、任せてよ。
もしもポンペさんやジバコさん、リズさんも呼んであげたらきっとすぐに来てくれますよ。ポンペ、ジバコ、リズ。オッケー。ポンペ、ジバコ、リズ。なかなか大変だな。あ、卵？あの鶏が？おお、すごい。料理、はい、わかりました。住人名簿やったから、ちょっと待って、ちょっとどいてくれ。ちょっとどいて、ちょっと。忘れないうちに、ポンペ、ジバコ、リズ。全員赤になっちゃった、これで。まあまあまあ、全員呼んで間違いないでしょ。待て、よし。うん。はい。行ってよ。住人名簿をうまく使って仲間たちと島を開拓していってくれ。あなたはミミズンとオアシス作り、分かったよ。うん。なるほどね。オアシス担当大臣。水場と、緑。干上がった池があるの、ヤシの木がそばに生えているのが目印よ。あのうさんくさいハオゴン教団の宣教師のちょうど後ろあたりね。おお、乾きの壺で水を入れる。ちょっと乾きの壺ないんだけど。乾きの壺が、乾きの壺がないんだけど、乾きの壺がないんだけど、これどうしたらいいの。これ乾きの壺がねえんだわ。なんか押さなきゃいけないの、これ。一回ちょっとリセットかけてみて、するか。はい、じゃあ区切ろう。一回区切って、次パートからオアシス作り、もしくは壺探し、壺探しから始めていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。